筆記用具を手に物思いにふけるような若い女性。南イタリアのポンペイで出土した紀元後50年から79年に漆喰の上に制作するフレスコの技法で描かれた所持板と鉛筆を持つ女性。モデルは右手の鉛筆を唇に当て、左手にはろうを引いた字を書くための板、栗色の巻き毛をまとめる細い金のネットと丸い金の耳飾りがおしゃれを引き立てます。顔の造形に特徴が乏しいことから理想化しつつ描かれた肖像であるとされています。筆記用具を手にした知的な様子から古代ギリシャの詩人の女性サッフォーの肖像とも言われましたが、同じ家の壁に描かれていた肖像画のモデルの男性の妻の姿を表しているようで、夫婦の仲の良さを忍ばせる肖像画のペアを作る作品であったと考えられます。